はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はグダグダファイナル本能寺2019について、どうすればストーリーを最速で効率よくクリアしていけるのかっていうのを解説していこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。でまず、ポイントのところちょっとお話ししておきます。今回のクエストなんですが、わりかしめんどくさいです。で、そのめんどくさいを解消するために、東洋クエスト、まあ、あの新しいサーバントが追加、 NPC のサーバントが追加されるやつだね。それと、軍備生産というクエストがちょっとして出てきます。でそこのところ、東洋クエストと、軍備生産のクエストに関しては、早めにクリアしておいた方がお得です。理由として、まあ、東洋クエストをクリアすることで効率よく、ミッションをクリアできる。で軍備生産に関しては、左側にある軍備あると思うんですが、ここの生産力、上げてくれるんで、まあ、効率よくねストーリーをクリアすることができるということになるんで、この2つのポイントだけは押さえておいてください。軍備生産と東洋クエストは早めにクリアしておく。それがやれば OK です。以上ということで、まあ、早速効率について攻略について話していきましょう。まず、一つ目なんですが、ストーリークリアしてってください。でストーリークリアしたしていった時に、春日山城が出てきます。なので春日山城のフリークエストを1回クリアしてください。このフリークエスト1回で十分です。で1回クリアした後に次、美濃和城クリアしてください。美濃和城クリアした後にもう一度フリークエスト1回クリアしてください。で1回クリアした後に次、川中島行ってから富山城、その次に忍城をクリアしてください。でこの順々にクリアした後にもう一度フリークエストを1回クリアしてください。1回でいいです。でこのフリークエスト1回クリアした後に次、戸沢金山クリアしてから、深志城、どこだ、あった、深志城クリアして、次、ここか、無麻屋金山クリアしてから烏山クリアして、柴田城をクリアしてってください。これちょっと長いんですが、まあとりあえずここのところを、順々にクリアしてってください。でここのところ順々にクリアし終わったら、次帝都クリアしてください。帝都クリアし終わった後に、ここですね、一番読みにくい、これ何だったっけな、つつじがさき館をクリアしてください。でここのところクリアし終わったら、もう一度フリークエストをクリアしてください。でもうここら辺行ってるとね、もうここら辺でフリークエストが、追加されているんで、まあ好きなフリークエスト、軍備生産って書いてるんで、ここのところクリアしといてください。でフリークエスト1回クリアし終わった後に次、どこにあるんだ、あったあったあった、ここですね、お山ごぼうをクリアしてください。でお山ごぼうクリアした後に、国境の村というのが出てきます。でここに関してはもう表記なくなっているんですが、まあ一応ストーリーとして出てきます。でその国境の村クリアしてください。で国境の村クリアし終わった後に春日山城でもう一度ストーリーを進めてください。シナリオですね。でそのシナリオある程度進め終わったら、次、佐渡金山をクリアしてください。佐渡金山クリアし終わった後にもう一度フリークエストを2回クリアしてください。でまあこの際ね、ここら辺の年貢の軍備生産のクエストクリアしてなかったら、そこのところクリアしといてください。でフリークエスト2回クリア し終わった後に、長篠はどこにあるんでしょうか。ありました、長篠クリアしてから、津具金山をクリアしてください。でこの津具金山クリアし終わった後にもう一度フリークエストを2回クリアしてください。で2回クリアし終わった後に、ニラ山城クリアしてから、これ駿府だったっけな、駿府城クリアしてください。でこの駿府城クリアし終わった後にもう一度、フリークエストを3回クリアしてください。次3回です。2回ではありません、3回です。で3回クリアし終わったら、次岐阜城に行ってください。で岐阜城クリアし終わったらもう一度、
春日山城に行ってシナリオを進めてってください。でこのシナリオ進め終わったらもう一度フリークエストを3回クリアしてください。3回です。で3回クリアし終わった後に日の輪城、日輪城、どちらもいいか、ここクリアしてください。でここクリアした後にフリークエストを1回クリアしてください。今回は1回で大丈夫です。でその1回クリアし終わった後に次オバマをクリアしてください。オバマクリアし終わった後にフリークエストを2回クリアしてください。2回クリアし終わった後に次は魔王城をクリアしてください。で魔王城クリアし終わったら次フリークエストを4回クリアしてください。最後が一番多いです、4回です。で4回クリアし終わったら、マクズ本能寺に行って、シナリオは終わりになるかと思います。なのでなんか今回はとりあえずまあいろんな場所を占拠しつつちょっと詰まったらフリークエストやるという感じかな。なので進めるごとにフリークエストをちょっとずつ挟んでいくという感じですね。でまあ上から順にもう一度まあ簡単にやっていくんですが、はじめ春日山城フリークエスト1回クリアしてください。美濃和城行きます。でフリークエストもう1回クリアします。でフリークエストクリアし終わったら、川中島行って富山城、その次に、推し城に行きます。でフリークエスト1回クリアした後に、戸沢金山行って、深志城、その次にどこだったっけ、ここだ、ここだから沼屋金山クリアして烏山クリアする、その後に、柴田城クリアします。でそのやつが終わったら、帝都行ってから、つつじヶ崎館クリアします。でつつじヶ崎館終わったら、フリクエ1回クリアして、お山ごぼうクリアします。でお山ごぼうクリアしたらフリークエストではないね、国境の村、ここには表記されてないんですが国境の村クリアして、春日山城クリアします。で春日山城のシナリオを進めていったら、佐渡金山クリアしてフリークエストを2回クリアする。でフリークエスト2回クリアしたら長篠行って継ぐ金山行きます。で継ぐ金山行ってフリークエストを2回クリアしてから次、ニラ山城行って駿府城、駿府城終わったらフリークエストを3回クリア、3回クリアしてから、岐阜城行ってから、春日山城でシナリオを進める。でこれシナリオ進め終わったらフリークエストを3回クリア、3回クリアしてから日輪城行って、フリークエスト1回クリアしてオバマに行く、オバマクリアしたらフリークエストを2回クリアして魔王城に行く、魔王城クリアしたら4回フリークエストをクリアして、マクズ本能寺という感じです。もう長いですね、これちゃんとしたやつ、コメント欄の方に貼ってるんで気になる方そっち見といてください。まあただこれをするとまあある程度ストーリーに関しては早く終わるんじゃないかなと。でまあさっきも一番初めにも言ったんですが、軍備生産と、東洋クエストが出てきた際早めにクリアしといた方がおすすめです。でそれが終わって終わってじゃないですね、次、交換アイテムについてお話ししていきましょう。交換アイテムなんですが、正直なところ星5連装の交換優先度としてはそこまで高くないかな。まあありえるとしたらその今回、冬季クリア、クリアしたマスターのみが参加可能となっているんで、まあ、まだ冬季しか行ってないよという方は、この霊装は早めに取っといて損はないかなと思います。ただまあもう終局クリアしてる、2分4章クリアしてるわっていう方に関しては、この概念霊装に関しては後回しで大丈夫です。これを交換する優先度が高い人は本当に始めたばっかの初心者だけ交換しておけば OK かなと思います。でまあそれ以外のまあ交換素材なんですが、正直なところなんか今回そこまで美味しくないんで、まあ初めに素材交換して、モニュメントやって、次にまあフォークンとか金種火とかを交換しておけばいいんじゃないかなと。自分はもう金種火だけ先に交換しました。理由としては、春日の局じゃないですね、すいません、なんで春日の局って言ったんだろう。長尾さんですね、上杉謙信とか、
と森さんの育成をしたかったんで先にそっち交換しておきましたぐらいかな。なのでまあ交換素材に関してはもうほんと好き勝手にやっていけばまあ自分はいいんじゃないかなと思いますぐらいかな。まあ今回説明する点としてはここら辺になるかなと思います。で一応これまあ全部クリアしているんですが、まあこのフリークエスト、まあ仮に1回クリアした際にまた生産力が上がってここのところが所持数が増えていきます。で QP に関しても20万ずつ増えていくんで、まあわりかし QP 効率、イベントの割には QP 効率は良くなってるんで、まあ QP 集めたいなっていう方はとりあえずシナリオ全部進め終わってからまあフリークエスト、ここのねイベントのフリークエストを周回するとまあある程度 QP は溜まるんじゃないかなと思います。以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくれた皆さんご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Thank you.